さてと新聞を用意いたしまして、今からちょっとこうやって持ってくださるお客様をお手伝いいただきたいということで、ちょっとあの手元が危ないですけれども、勇気ある方いらっしゃいますか？今日いたら手を挙げてください。女性の方ですか。はい、ありがとうございます。ではまた勇気あるお客様に大きな拍手をお願いします。下はですね、あ、わざと切りましたね。最初これ何やるか皆さんお分かりですか？ちょっと風の神様が休むの待ちますか？タイミングで、大丈夫ですよ。もう一回いきますか。しっかり持って、相当縁の先の勢いがあるので、しっかり持ってギュッと持ってください。はい、もう一回いきますか。 お客様の方が勇気がありますね。しっかり持ってくださいね。もう一回いきますよ。いやいや、もう一回やりましょうか。ちっちゃい方でいいですか？大きい方がいいですか？じゃあギュッと持ってくださいね。はい、自分のタイミングで、はい、もう一回いきますか？もうやめますか？それお客様に決めてもらってください。もう、あの、父さん、もうちょっと大きいのでもいいですよ。無理しなくて大丈夫です。大丈夫、はいはい、なるべく端っこギュッと持ってくださいね。はい、自分のタイミングで、午前中よりも小さいとこまで行きました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。もう一つ、じゃあせっかくですからお付き合いいただけますか？はい、じゃあ、 お客様にこれを持ってもらって、恐怖から逃れるために、見えないですね。大丈夫ですね。でところが、実はこれをするのは私なんですと。お客様は動かないで、私が怖いんで目隠しをさせていただきます。はい、ちょっと確認します。距離を確認します。はいはい、まっすぐ動かさないでくださいね。もう彼は目が見えておりません。はいはい、動かすのはダメですよ。はい、お返事ありがとうございます。はい、はい、OK です。さあ、どっちから行きましょう。はい、よいしょ。はい、じゃあ右から行きましょう。
さあ、落ちましたらば拍手ご喝采を。いきます、パワーをください。皆さん、さあ、鳥海林は見えておりません。木だけで感じております。花との距離と虫の先の動きだけで、ファイヤー OK、 一発です。ご苦労様、次行きましょう。今日はとっても寒いんで、手がきっと彼もかじかんでいると思います。もうこうなったら精神ですね。さあ、左側行きます。はい、行きます。皆様、よろしいですか。はい、皆さん大きな拍手をお願いします。じゃあちょっと今日乗ってきたんで、もう一個やりましょうか。これあんまり女性のお客様の時にはやらないんですが、今日は特別です。今日は特別です。勇気あるお客様なので、もうちょっと鼻上げましょうか。はい、ありがとうございます。まっすぐ前に、鼻がまっすぐ前に向くようにしてあげてください。そこ彼は見えてませんよ。はい、行きます。